NASA の衛星写真ナラボー平原とグレートビクトリア砂漠赤がナラボー平原の位置ナラボー平原はオーストラリアのグレートビクトリア砂漠南部グレートオーストラリア湾の北湾に位置する砂漠気候の平原ナラーバー平原とも面積は2万平方キロメートル最も広いところで東西1200キロメートルに及び東部は南オーストラリア州西部は西オーストラリア州に属している 奈良棒の語源は、ラテン語のナラスアーバー。古くは海底だったとされており、地殻運動によって、流気、風雨に侵食され平坦化したと考えられている。昼間の最高気温は、最大で摂氏48.5度、夜間は摂氏0度以下まで落ち込むことがあり、年間平均降水量が 250mm 以下と、典型的な乾燥気候である。 奈良棒平原の世界一長い直線区間、インディアンパシフィック鉄道から見える奈良棒平原大陸の東西を結ぶ通信網の必要性により、電報が1877年に始まり、現在でもこの施設の一部を目にすることができる。大陸横断鉄道の建設は、ウェスタンオーストラリア州、カルグーリーとサウスオーストラリア州ポートオーガスタ間で1917年に、 両都市から始まり、ウール D で接合した。1969年には、全面的な改修を受け、機関の統一が行われた。現在、インディアンパシフィック号が定期運行されている。この列車が走る奈良棒平原の区間には、世界一長い直線区間があることで知られている。エア幹線道路は、1941年に、ウェスタンオーストラリア州、 ノースマンとポートオーガスタ間に開通した。最初は未舗装道路であったが、徐々に舗装され1976年に全セクションが舗装された。鉄道とは異なり、南部のグレートオーストラリアはに沿って走っている。ありがとうございます。